ハロー YouTube ニーハオヨーコワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、心は揺れないバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語はですね、ディーチェンということで、このディーチェンっていうのはですね、地震という意味ですね。中国語で、ディーチェンと言います。はい、今日なんですけども、中国の江蘇省の、延城ということで、という場所で、これ城の城と書いて塩の城と書いて炎上かな、延城ですね、という場所でね、震度、5の、地震が起きたと、いうことですね、それでですね、上海の方でも震度、2から3の、ね、揺れが起こったという、起こったようですね。震度2とか3とかね、比較的小さいんですけども、ここからですよ、上海 の、 その不動産ね、マンションとか、ビルっていうのは地震が来ないことがね、前提だったわけなんですよね。だからこれ地震が来てしまって、上海そのものがね、震源地ではないんですけども、震度2とか3とか来るようになって、どうなってしまうのかという話なんですよね。もちろんね、このね、延城 の、 震度5の、地震はですね、南京の方でも揺れをね、観測したようですね。だから上海、江蘇省、浙江省、そこら辺でね、全部ね、その揺れをね、観測したと。この辺っていうのはですね、基本的に地震が、来ないと、そういったね、前提の場所でね、いわゆる地震が来ないことを前提で、耐震構造とかね、そんなに考えていないと、いうことに、ね、なっていたんですよね。それでですね、その専門家 の、 この地震に対するインタビューなんですけども、今回のね、この延城の地震で、上海ね、2度揺れたということで、じゃあ大丈夫なのかと、いう話なんですけども、専門家の話によると、2016年から、上海 の、 このビルディングっていうのは、震度7でも、大丈夫なように、とりあえずできてるから安心してねと、そういうふうに、ね、言ってたんですけども、それに対してその中国の、ね、ネットユーザーがですね、じゃあそれより前の建物は大丈夫なのかと、そういったコメントが、ね、寄せられているんですよね。それでね、そもそも2016年以後のが本当に大丈夫なのかっていうのと、だから それまでの建物全部大丈夫なのかっていう、話なんですよね。それとかね、一部に70年代80年代に建てられたビルっていうのは大丈夫なのかと、そういうふうに、ね、心配している人もいるんですけども、ね、理屈上多分ねそっちの方が安全なんじゃないかなと思いますね。なんでかというとですね、まずね高層ビルじゃないのと、意外とね中国の70年代80年代に、建てられた建物っていうのはしっかりしてるんですよ。おからじゃないんですよね。なんかその当時ね、まだね、マンションを早く建てて早く売ろうとかね、そういうなんか空気がなかったんですよね、なかったみたいなんですよね。でそれで結構密度の高い、建築とかね、作られてねいたみたいなんですよね。だから多分その強度で言えば、耐震構造とか強度で言えば、そんな単純な話じゃないんでしょうけども、70年代80年代に建てられた、ああいうせいぜい5階建てぐらいまでのビルの方が意外と安全じゃねえかなって、思いますし、まず逃げられますよね。5階ぐらいだったらまだね、その20階とか30階とかね、そんなね高さよりもね。それでですよ、最近ですね、またこの不動産関連なんですけども、許家印さんね、ヒュージャン印さんがですね、自分の資産70億元、70億元っていうと多分ね、今だと日本円で、1200億円ぐらいかな、1200億円ぐらいね、彼 の、 豪邸とかね、飛行機とか、売っ払って、それでね、返済に当ててるわけなんですけどもね、そもそもね、借りてるのがその、とてもそ30兆円ぐらいだったかなそんな額なんで、そこに1200億円、彼の、財産ぶっ込んでも、
まあ、長期的にはあの焼け石に水なんじゃないみたいなね、そんな感じなんですよね。まあ、だからまあだからそのままねあの倒れちゃうんじゃないかなって思ってる人はね、やっぱりねあの多いですよね。そんな中でですよ、9月なんですけども、9月にその、まあ、9月のねあの なんていうのその不動産価格が出たんですよね。あの70 の, あの都市のね、その中であの上海がね落ちていたんですよね。で、上海がねこの今年で初めて、値段が落ちたと、そういうふうにねあの9月のデータですよ。9月のデータで落ちていたんですよね。ということはどういったことかっていうと、結局その不動産の価格が中国全体であの落ちていく中で、北京とか上海とかは ある程度残ると思われていたんですよね。これ深圳は、ね、ちょっと事情が違ってですね、上海が、例えばね上海が、年収の50倍だとしたら、55倍とかだとしたら、深圳は年収の65倍になっていた、よと、そんなぐらいにまでね深圳ってねあの上がっていたんで、今はガンガンガンって落ちてるんですけども、北京とか上海はまだ落ちないと。でそれで中国全土から、ね、人が集まってきて、そこで、ね、不動産買っていいのにまだ落ちないと、そういうふうになってきたんですよね。それが、ね、9月に落ち出したということで、今一番手堅い、ね、上海がですね落ち出したと、そういう話ですね。それでですよ、最近ね住宅ローン、借りていいよということで、だから今年はですね1月からね住宅ローンの枠はその銀行ごとにこれだ、ぐらいっていう決まりがあったんですけども、それをもうちょっと開放してね、もうちょっと住宅ローン貸し付けていいよとかね、そういうふうにやったわけなんですよ。その不動産デベロッパーにももうちょっと貸していいよと、やったわけなんですよね。その結果ですね不動産企業の株が上がってるのと、それでゴールドマンサックスがその債券買い出したのと、っていう風にねちょっとねちょっと上がってる感じなんですよね、不動産デベロッパーはね。それでねちょっとだけ不動産売れるだろうと、ここでなんかまだ買おうとするやつがいるんだっていうのがねちょっとびっくりなんですが、その要素だけでね。でそこに今回のこの地震ですよ。で上海っていうのはねある意味こう神話的にね上海にはね地震が来ないんだみたいな、だからこれでいいんだみたいな、そういうふうに思われてきたんですけども、ここでねずっとその不動産価格保ってきた上海が9月に落ち出したと。で10月でちょっとねお金ちょっとだけ流し出してローン組んで買えるよという状況になって、ちょっとだけ要はなんていうのハードランディングしちゃダメなんで、ソフトランディングでいけるかなっていうところにこの、上海にね地震が来てしまったということで、大きな被害とかはね実際出てないんでしょうけども、これで不動産価格が今買おうとしてたやつがやめようとかこう思っちゃうんじゃないかなって、そういうふうにね、十二分に僕は普通だったらそうなると思うよっていうふうに、考えています。それでねそのお金がね出てきたお金がね長期的にはその株式市場にね、流れていくんじゃないかなと、そういうふうに思っていますね。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。じゃあ、いってらっしゃい。